バグベアは、小義美いいとここ未来からなる日本の作詞家、作曲家、編曲家の二人組音楽ユニット。フリーランスで活動している。音楽は進化する時が来たをキーワードに活動している男女二人組。小義美いいが作曲面全般、ここ未来がトラック作成、アレンジを担当している。音楽制作会社スーパーラブ、ハイキックエンターテインメント、 ソニーミュージックパブリッシングを経て、フリーで活動している。小気味いいは、名前の由来について、小気味いいって言葉から来てて、僕のメロディーって刻みが多くて、小気味いいんじゃないかと思いつけました。でもそれだと、ちょっと毒が足りないな、と思い楽天をつけて、小気味いいですと語っている。また、ここ未来の名前も小気味いいがつけたもので、 ここ未来が作るサウンドはかなり先に行ってるんじゃないか。ここが未来なんじゃないかと、個人的に思ってつけましたと語っている。ユニット名については、複数の意味、由来があって、もともとは、ウェールズ地方に伝わるいたずら好きの妖精の名前から来てます。あとは悪い夢を食べるバックと、力強さという部分で熊、それに毒として、濁点を加えたというパターン。もう一つはバグった熊。 クレイジーという意味と語っている。小木いいが作家になったのは、大学の学園祭で、杉山勝彦のステージを見たのがきっかけで、そこで作家という職業を初めて知ったという。2017年12月には、杉山の自宅に招待され、お互いのデモテープの聞き合いを行った。ケヤキシッ46については、小木いいは、箱推し、ここ未来は、菅井優香推しである。 小気味いいわ、ケヤキシッ46と、ひなたシッ461期生、2期生のメンバー、全員の名前を覚えている。ケヤキシッ46の楽曲を手掛ける前の2013年には、アニメ、帰宅部活動記録のオープニングテーマとなった乙女神道の2楽器デビュー大作戦を作曲しており、例えば、不協和音と聞き比べていただけたら、 とても同じ作者の曲とは思えなくて驚かれるかと思います。バグベアはこんな曲も作るのかという幅としてぜひ聴いてほしい曲ですと語っている。よく二人で夜中に散歩やサイクリングをしながら曲について相談している。恋は芽生えないのかとよく言われるがそういう感じはないという。秋元康氏については毎晩川沿いを流れ星を探して歩くことしか生きる。 モチベーションがなかった僕たちに全てのチャンスをくださったせめて作品で少しでも恩返ししていきたいですと語っている。作家を目指している人へのアドバイスとしてやっぱりめっちゃ曲を作ること。年200とか300曲くらい作るからそれ以上を目指すといいと思います。あとはいろんなジャンルをめっちゃ聴くこと。1日100曲くらい聴くと実力つくと思いますと答えている。 ありがとうございます。